こんばんは。こんばんはです。I love you. ゴールデンウィーク始まるの？明日からゴールデンウィークなのか。なるほど。10連休？すごーい。イエイ。休んでください。そっか、今日金曜日だね。そういえば。そういえば、ん？あら？あらら？なおさん、なんだこれ、キューピッドくまやん、ありがとう。ピッド。それが一番好きって、ありがとう。キューピッドくまやん。あれ？明日土曜日なの？そんな感じがしない。明日もね、朝から夜までずっと踊ってる。あさってのためにね。あさってとその次の日のためにも。頑張ります。もうね、気持ちがね、気持ちがうわーってなってます。楽しもうって。STU いいなって、やっぱ STU いいなって思ってもらえるように、やっぱ思ってもらいたいもんね。そう、やっぱしていいなって、あさやんっていいなってね。思ってもらいたいね、さやんっていいな、やっぱ高尾さやかさんっていいなって。あれ、なんかそれな。まだ思ってない方にもっともらいたいし、もう思ってる方にはね、また再認識してもらいたい。高尾さやかさんの。高尾さやか、高尾さやか、おしめだな、やっぱおしめだな。思ってもらえますように。
すでに最高。え、嬉しい。そんな。サイン会1枠しか取れなかった。あら、ありがとうございます。お金司会はね、まだ受付中ですよ。なんだろう、ツーショットとサインが完売ですよね。ですか。ありがとうございます。楽しみです。おお、サインがいるから。ありがとうございます。嬉しいね。うん、残暑。キューピッド、キューピッドって守り抜きました。夏しか会えん。夏？夏。サイアン遊びに来た。ツーショットね。やっぱり広島、広島の浴衣祭り、やっぱりツーショット海外かな。やはり選べるやつだったらいいね。どっちがいい？そうだね、千鳥風がいいな。どうしてもよそう。小指が、なんか小指が今おかしくなった。なおさん、ありがとう。キューピッド、くまよん。キューピッド。ありがとう。いいですね。選べるといいですね。自撮り、自撮り風。はね、どうどう送るかよね。どう送るかよ。
い方法ないかな。うん。そうだな。完売。嬉しいね。ありがたいや。ありがとうございます。お話し会もたくさんの方が来てくれたらいいなって思っております。確実に今年会える機会はこのアルバムのイベントなので、やっぱ近くで会えるっていうのね。ツアーもライブ中近くに行けますけど、実際にこう話もできるからね。イベントだったら結構ね、ああ確かに、サイアンコールお願いします。確かに通路側、そうだね、会場によってさよくわかんないんだけど、どうなんだろう。でもファンの方もあれよね、推しメンがどこにいるかちょっとあれよね、探すのが大変そうだね。でもそれはそれで、あれどこだ、サーヤンどこだ。確かに探してる間に、探してるんだろうなっていうの見たことあるかも。サヤンここにいるよって。楽しみです。声ね、声をかけられたらいいけどね。センサーを働かせて。働かせなね。あくびしちゃった。
サイアンセンサーすごい。なんか私今日めっちゃ眠そうな顔してない？顔がなんか。なんかむくんでるのかな？なんか。本当ですか？そうですか。あくびしたけんかな。めっちゃオフって感じ。高尾さやかの日常の中のオフ。うん、オフ。ファンの方のが言う言葉。オフ言わない？言ったことないか。言う？文字では書くけどみたいな。確かにそうだよね。声に出してね。そうだよね。出してたら笑うけどね。私リアルに言ってたら笑うけどね。オフ。私今日なんかね、なんて言ったかな、私今日ちょっと笑った時のなんか笑い方がちょっと変だったんです。へへへみたいな感じで、ぐへへみたいな感じだった、ね、だけなんかあってなった今のは何だったんだって。ドゥフフって、いつも言ってる私ドゥフフって。確かに言いそうだね。確かに言いそうだけどさ、言ってる？いや、デュフって、いや、そうだよね。言ってるよね。言ってるだろうな。デュフって。言ってるわ。言ってない？言ってる？言ってない？言ってる？ちょっとこれは、ちょっとファンの方しか。が、どう聞こえたかによって。変わるんですけど。グヘって言ってる私。グヘ。え、そんな笑い方してる？
スクに笑い方変だねとは言われたことあるけどさ。うん、あ、そうなんだ。え、なんかそんなに全然話したことない人に言われた？笑い方変だねって。え？それが第一印象みたいな。悲しかったよね。そう、だけどもう、そうそう、全然笑えなくなったんですよね。笑えなくなった。もう ST 入ってからなんかファンの方にはなんか笑い方好きだよって言われるから、あ、そういうパターンもあるんだってなって。はあ、そうなんだね。確かに笑いレベルでだいぶ笑ってる時はハッハッハッっていうか、めっちゃ腹式呼吸使ってる、ハッ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 って言ってる、ハッ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 なんパターンかありますね。あー、はい、そういえばこの前お風呂入ってたら目の中に水が入ったんですよ。ちょうどよくそう耳に入って、なんか水の中みたいな耳になった。でもなんか怖かったんよ。なんか中耳炎になりそうで怖かったから。でも調べたら放置しとけば勝手になんかなくなるって書いてあって、でも怖かったんよ。勝手になくなると言っても
なんか怖いですってなったから。だからプールの時のこと思い出してジャンプした。耳を傾けながらジャンプして水平に。このままジャンプした。星空出てきたんですそしたら出てきたんです。嬉しい。そうそうそう、だけん安心した。安心して寝ました。家の中でジャンプ全然したことなかったからさ、ちょっとあの地面に降りるときにちょっとクッションなんだろう、優しくするジャンプの仕方で響かないジャンプにした。多分響くジャンプと響かないジャンプあるんですよ。そうだよ。そう、忍者ジャンプ。そう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 。私なんか。そう、嬉しかった。そう、なんか中耳炎怖かったんや。痛そうじゃん。痛いのは嫌だ。痛そう。健康でいたいよね。確かに口内炎なってない。イエーイ。実際私の口内炎いつもあのね、噛み食べてる時に噛んで、間違えて噛んで、でそこが傷口になっちゃって、それがこんなになるみたいなのが結構多かった。急にできるとかじゃなくて、何も考えずに噛んだ時の力ってすごいんだなって。めっちゃ痛いもん。そう、ここら辺とかめっちゃ噛む。ってなって一人で、口内炎になるかもしれないって。そう、口内炎はね、そうだね、食べるのがきつくなるから、喉が痛い時と口内炎の時は。よかったな、あの口内炎実況の時の口内炎が一番やばかった。笑えないぐらいよ。
そう。笑えなかった。でしたら小顔伸びるけん。えらい。なのにその期間お寿司ばっかり食べて、醤油で醤油で染みてた。そうなんや。なぜかあの何日間、10日間だっけ、10日以上、10日ぐらいかかったけど、3回ぐらいは食べた気がする、お寿司を。なんかずっと実況してて、ほんといつまでやったかな、7日ぐらいしてずっとやってたんだけど、最初はみんななんかわかるよみたいな、なんかなんか面白いって感じだったん、こんなん面白いって感じだったけど、1週間過ぎた頃ぐらいから逆になんかもう心配だよみたいな。ちょっと逆に、なんでその口内炎って痛そうみたいな、心配だってだから、あ、やばいってなって。でも口内炎の全ての薬を試して、塗るやつと貼るやつと飲む、すべてを試した。うん、寝るときは塗るやつで、普段使いは貼るやつ。梅干し当てたのはあれだね、また違うとき、舞台のときに、本番前ぐらいにこんなにできて、やばいってなって。これじゃあ、滑舌が悪い。滑舌がさらに悪い人になっちゃうみたいな。そしたらなんか、梅干しを、こう、口内炎に直に当てたら治るみたいな。殺菌効果。試してみるわって試してた。めっちゃ染みたんよ。めっちゃ痛くて、目星当てたら。でもその後なんかちょっと和らいだ気がして、痛みが。これってなんか通常よりマイナスになって、マイナスからゼロになってるだけなんじゃないかみたいな。でも次の日治った気がする。それから多分ないな。治った。薬も飲んだっけな、確か。できたら実況しますね。謎の実況。蜂蜜良さそう。やっぱりね、やっぱそういうのあるよね。なんていうんかね。そういう、ちょっと荒い荒領事。
荒良治知ってますよ、知ってますよ、知ってますがな。知ってますがな。荒良治はやっぱありますね。だって目も治ったもんだし。それがもうすごい。目が治ったのがすごい。本当弟やんだよ。弟や。そう、涙がすっごい出てくる目だったんですよ。そう。あれはやばかったね。よかった。なんで治ったんだろう。え、なんか弟やんが私の部屋に置いたコンタクトのコンタクトのなんか洗浄液があって、これ使うかってなって、それをコンタクトを何時間も浸したやつをつけたらめっちゃ痛くて、そう、うわーってなって、うわーってなこれ違う、やばかったよ。うん、20分くらいずっと目を洗い続けて、目が目がってなった。そう、やばかった。めっちゃ笑って、弟めってあ、私の部屋に置いていくんじゃないって。ただ私がね、ちゃんと見とくべきだったんですけど、で、その時はやばいと思ったけど、それから時間が経って、そういえばあれ？と思った。涙が出ないなって、いつからだ、あって、あの日から。あの日からだって。なったんよ。いや、ほんとよ。だけど多分あれ、あの、洗浄液を使わなかったらまだ涙は出てた。だけどライブ中とかめっちゃね、拭き寄ったよね、目を。で、なんかマスカラとかも
全然なんか濡れなくて、涙でこう滲んで、滲むだろうなと思って、全然できなかったんだよね、右目だけね。ね、治った。でもなんか目が、その時めっちゃ目がうるうるしとったんや、右目だけ。それが逆にいいねって。思ってくれた方にはね、あれだけど。ずっとね、ほんとね、あのハンカチとかティッシュとかは絶対に持ち歩いてるぐらい涙がすぐ溜まってたんや。何もせんかったらなんか流れてくるって。今ちょうどいい。心配するよね、確かに。治った。治りました。そろそろ終わります。だけライブ中もね、一回も涙を拭かずに終わるってのがちょっと私的には奇跡に近い。僕の太陽公演をしとった頃はまだ治ってなかったからずっと拭いてた。後ろ向く時に拭いてみたいな感じだったよ。涙で見えんくなるから、右目だけちょっとぼやけて見える。あとめっちゃここら辺に流れてくる。うん、そうそうそう、集中できないね。よかった、子供の、うん、子供の頃からずっと幼稚園の頃に、なんで泣いてるのって言われて、えってなって、それからずっとめっちゃ書いてて、右目だけ。だからお母さんがやんに、ティッシュで拭きなさい、ハンカチで拭きなさいって手で拭いたらバイ菌が入るから。いつも出かけるときはなんか持ち歩いていかんと思って、忘れたら買ってた。うん、読んじゃおう。なおさん、バリーさん、タッチーさん、マイセンタン、キチネさん、神戸のヒッキーさん、みつるんさん、マサさん、コッペさん、おしゅういちさん、ゆうきにゃんにゃん、フジポンさん、つりけんさん、せいやんさん、しゅうぞうさん、ひろとさん、ホタテ様、オーサムさん、タンタンさん、鳥取太郎さん、良平さん、K さん、キムコさん、台湾のコウさん、猫のおかずさん、ゆうきさん、いなっちさん、らくらくさん、ゆうすけさん、エビーさん、
銅の剣さん、あきさん、メガバイトちゃん、たかのりさん。イエーイ。イエーイ。だけどね、野外ライブの時とか一瞬でね、涙が出てて、全然見えなかった右目あ、そう、眩しい時涙出るね。でもそれはみんな眩しくて涙出る。みんなと同じぐらいになったのかな。みんなじゃない。おお、人によって。右目だけさ、メイク取れてる人みたいな。あ、人によってなんかな。え？当たった？ポスター。すごっ。ああ。そうだね。今三次受け付けか。確かに三次受け付け中ですね。急にパタッと治ることあるんや。最近泣いてない。この前家帰ったら泣こうって思ってたけど、結局泣かなかった全然泣いてないな。ね、夢の中でめっちゃ泣く時あるけどね。ふわーってめっちゃ泣いて、本当に泣いてる時ある。でもそうだ、ももちゃんの時泣いたけど、はや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 。でも結構泣いた後は確かにスッキリする。泣いた夢を見た後スッキリしますね。
ありがとうございました。バイバイ。土曜日か。土曜日って感じせんな。バイバーイ。